前はマッチレストゥルース。ここで先頭が入れ替わりました。西のフラワー、マッチレストゥルース、2番手に控えました。西のフラワー先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m、 西のフラワー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はサイエダティ、西のフラワー独走、西のフラワーぶっちぎりです。西のフラワー1着、2着はサイエダティ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワーまさしく日本が世界に誇れる馬です。